ウクライナ南部戦線においてメリトポリのロシア占領地にて大爆発が起き、ウクライナ軍の反転攻勢により 54% の領土奪還劇が繰り広げられているよ。3月になっても一桁の気温の中で寄せ集めの動員兵が活発に動いているとは思えないよね。ろくな装備も与えられていないみたいだし、寒さの中でまともに戦えるとも思えないよね。そうだね。さて今回は、南部メリトポリでの大爆発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ侵攻開始から1年以上が経過し、アメリカをはじめとする NATO 加盟諸国の支援によって、戦争がさらに長期化しているわけだけど、東部戦線ではウクライナ第二の都市ハルキウ市を含む、ハルキウ州の全土を奪還しつつあり、ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州においては激戦が続いているよ。また、南部戦線の方では、ドニプロ川西岸地域に展開して州都ヘルソン市を占領していたロシア軍を、ドニプロ川の東岸に追い出した後、ドニプロ川東岸地域から一気にヘルソン州を取り戻して、クリミア半島の奪還を目標にして、中南部のザポリージャ州の奪還を目指して準備を進めていたんだ。ウクライナ軍の反転攻勢によって追い込まれ気味のプーチン大統領は、東部のドネツク州とルハンシク州でそれぞれ親ロシア派武装勢力が勝手に独立宣言をしていた。ドネツク人民共和国とルハンシク人民共和国を承認した上でロシア連邦に併合したほか、南部のザポリージャ州とヘルソン州も併合させたが、ドネツク州の他は全てを制圧することができないまま、国際社会もロシアの言い分を認めるわけもなく、これら4州はウクライナの領土として止まっているね。2023年のロシアに占領されている地域を取り戻すために目指す、ウクライナ軍の奪還目標を東部か南部のどちらかに絞った方がいいという見解があり、昨年9月には南部ヘルソン州での反転攻勢にかけると言われていたよ。しかし、ウクライナ第二の都市ハルキウ州を電撃奪還した経緯から、ヘルソン州からクリミア半島を狙うと見せかけて、東部のドネツク州を狙っているのではないか？という意見や、東部ドンバス地方では現状以上にロシア軍が攻勢に出る戦力が残っていないため、ドネツク州のバフムートなどで反攻に転じると見せかけて防御に徹して、ヘルソン州を奪還後にクリミア半島を孤立させる可能性が高いとする見方が高まっていたね。また戦況の予想屋たちは、ドンバス地方やヘルソン州を奪還することで両地域への補給絡を断つことができる。ザポリージャ州のメリトポリ奪還を狙いとする見方が高まりつつある中、昨年の12月13日にメリトポリ市内で大爆発が起きたとして、ロシア側が任命した行政府の、エフゲニー・バリツキー知事がテレグラムに戦況を次のように投稿していたみたい。この攻撃はハイマースのロケット弾によるもので、メリトポリ市街地にある民間人も利用する、レクリエーション施設に着弾して2人が死亡。10人が負傷したと伝えられたんだ。これに対して、ウクライナ側のメリトポリ市長であるイワン・フェドロフ氏は地元住民からの情報で、攻撃されたのは民間施設ではなくロシア軍部隊が駐留している基地であり、検問所や対空レーダー基地、ロシア連邦保安庁の拠点などとされており、ロシア兵の約200人が死傷したと反論したんだって。さらにフェドロフ市長は、メリトポリ市内に駐留しているロシア軍がパニック状態に陥っているとも述べており、その詳細は不明だけど両国でザポリージャ州メリトポリ市をめぐって、ウクライナ軍の動きが活発化していることを報じていることからメリトポリ奪還の実現が見えてきたよね。順調に進めたウクライナ軍がメリトポリを奪還することができたら、ヘルソン州やクリミア半島のロシア軍への補給路を遮断することにつながり、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問は、メリトポリの奪還によってヘルソン州の南にあるクリミア半島への道が開けると述べており、我が軍がメリトポリへの攻撃を強めていることを示したよ。刻々と戦況が変化している中、ロシア軍によるウクライナへの無差別インフラ攻撃は止むことなく、12月14日には首都キーウにイラン製の自爆攻撃型ドローン車ヘド136が13機も飛来しており、その全てをウクライナ空軍の防空システムで撃墜したとして、
ゼレンスキー大統領がビデオメッセージでキーウの防空システムが強力であることを強調したけど、撃墜した機体の破片などの一部が市街地に落下して、小さな被害は出ていたみたい。ウクライナ国内では昨年10月から活発化してきたロシア軍の巡航ミサイルやドローンで民間インフラを狙った、国際法に違反する非人道的な攻撃によって全土で停電が発生しており、多くの国民が厳冬期に暖房が使用できないなど苦しい生活を強いられていたよね。こういった寒さ対策プラス困窮するウクライナ国民に対して、緊急支援を協議するための会合が、12月13日にフランスのパリで開催され、46の国と24の国際機関から、10億ユーロ約1450億円をはるかに超える緊急支援の確約がされたみたい。この緊急支援によって、ウクライナ国民のエネルギー支援や医療、食料支援などが回復し、電力不足に関しては大量の発電機などが提供されるほか、電力消費が少ない LED 電球を、3000万個以上供与するなど具体的な内容の検討が進められていて、その会合にはゼレンスキー大統領がオンラインで参加しており、これらの支援に対して深く感謝を述べていたね。ウクライナは西側諸国の支援あってのものだからね。また、ゼレンスキー大統領は12月12日に開催された G7 首脳テレビ会議においても、ウクライナへの支援が検討されたことについての謝意を伝えた後、ウクライナは自由のために戦っていると強調し、この戦争を終わらせるには軍事復興外交の3つの側面における西側諸国の支援の継続が必要不可欠だと指摘して、自由主義陣営が結束を示すための特別サミットを開催すべきであるという提案を示したよ。新しい年を迎えてから西側諸国では長期化した侵略戦争に対して、支援疲れを見せる国も出てきており、ウクライナとしては国家存続のための生命線となる、西側諸国からの支援を継続してもらうため、その重要性を改めて訴えていたんだろうね。この首脳会議終了後に G7 財務大臣がウクライナへの揺るぎない支援と団結を再確認する、という声明を発表しており、ウクライナのインフラ復旧や防空能力の向上に協力することを明らかにしたほか、プーチン大統領の責任を問うことを強調し、核兵器の使用をほのめかす、ロシアの脅迫に対しても非難し、一刻も早く侵略を終わらせるように呼びかけたんだ。日本の岸田首相は G7 終了後の12月14日に、ウクライナのコルスンスキー駐日大使や、ウクライナ支援活動を実施している超党派議員連盟のメンバーらと総理大臣官邸で面会をしており、議員連盟からディーゼル発電機4台を寄贈することを大使に伝え、日本はオールジャパンでウクライナ支援を行うため、この取り組みを後押ししていくと述べ、またもや国民の意思を無視してお金をばらまいたよね。一方でロシア政府は、西側諸国がウクライナ支援で結束を強めていることに対抗するかのように、12月30日にプーチン大統領は中国の習近平国家主席とビデオ会談を行い、両国の関係は安定化の要因として重要性を増しているため、軍事協力の深化も目指すと述べて全面協力を促していたよ。これに対して習近平国家主席は困難な世界情勢を踏まえ、中国はロシアとの戦略的協力を拡大する用意をしているが、ウクライナは平交渉への道のりは平坦なものではないため、あくまでも中国は客観かつ公正な姿勢を維持する、と述べており、この意見に狡猾性を感じたが日本政府もお金をばらまくばかりではなく少しは見習うべきだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。